ホスピタリティがすごいんだよね。非常にこう温かさ、はあはあうん、このいろんな質問とかに関して答え方が、特に何か大きなチェーンをコンサルして作ったとか、はい、そういう実績は書いてないんだけど、はい、おそらくちっちゃい店をコンサルして何百店舗もやってる、我々界隈でと黒瀬さんという位置づけの人だと思うんですね、はい、長田ラッパス、もともとね大英っていう映画会社があって、それを作ったのがその長田雅一さん、はい、その方のお孫さんなんだよね。大英映画の創業者の長田さんという方が非常にビッグマウスな人だった、あだ名が長田ラッパって、それをそのままつけてる、ね、あなるほど、うん、そういうお孫さんだ、